ジェルソン・サントス・ダシウバは、ブラジルリオデジャネイロ州、ベルフォード・ロッショ出身のサッカー選手。オリンピックマルセイユ所属。ポジションはミッドフィールダー。左利きのセントラルミッドフィールダーであり、そのテクニックや攻撃センスから、ポール・ポグバと比較される選手。本職は中盤であるが、右ウィングとしてもプレーする。地元リオデジャネイロのクラブである、フルミネンセ FC のユースチーム出身。2014年8月27日にコパスダメリカーナの登録メンバーに選出されトップチームに昇格した。2014年11月12日にはフルミネンセと5年契約を結んだ。2015年2月22日にカンピオナートカリオカの CR バスコダガマ戦に途中出場し、トップチームデビュー。3月8日のボタフォゴ FR 戦で初ゴールを記録。同年5月9日のジョインビレ EC 戦でカンピオナートブラジレイロセリエ A デビュー。2015年シーズンはセリエ A16 節を消化した8月時点で15試合に出場し3アシストを記録するなど主力に定着。ユベントス FC やアーセナル FC が興味を示し2015年5月には FC バルセロナが優先交渉権を得るなど獲得に迫っていたが、バルセロナより有利な条件を提示した AS ローマへ加入した。移籍金は1600万ユーロボーナス100万ユーロ。ジェルソンがヨーロッパ籍を保有しておらず EU 圏外選手に当たるためフルミネンセに1年残留した後2016年夏にローマに加入した。ローマでのデビューは2016年8月23日のUEFA チャンピオンズリーグ予選プレーオフセカンドレグの FC ポルト戦。同年10月15日の SSC、ナポリ戦で、セリエ A デビュー。2016から17シーズンは、ルチアーノ・スパレッティ監督の信頼を得られず、セリエ A では4試合130分の出場で、無得点に終わり、冬の移籍市場では、ロスクリールメトロポールへのレンタル移籍に近づいたが、残留した。2017から18シーズンに就任した、エウゼビオ・ディ・フランチェスコの下では、中盤だけでなく右ウィングとしてもプレーし、右ウィングとして先発した2017年11月5日のアクフフィオレンティーナ戦で移籍後初ゴールを含む2得点を挙げローマの勝利に貢献した。2018年7月20日、アクフフィオレンティーナへレンタル移籍。2019年7月12日、CR フラメンゴに移籍し、4年契約を結んだ。移籍金は1180万ユーロで、将来移籍する際の移籍金のうち1180万ユーロの超過分の 10% 分がローマに支払われる。2021年6月9日、オリンピックマルセイユへの移籍が発表された。2014年11月27日に南米ユース選手権に向けた U-20 ブラジル代表に選出され、ブラジルの全試合に出場した。ありがとうございます。